梅雨前線の影響を受けた今日の県内、湿度の高い蒸し暑い一日となりました。午前9時過ぎの JR 金沢駅です。非常に湿度が高く、立っているだけでも汗が噴き出してきます。今日の県内は前線や湿った空気の影響で湿度が高く、蒸し暑い一日となりました。午後4時までの最高気温は金沢市と小松市で 34.9 度、河北市で 34.0 度など、県内11の観測地点のうち10の地点で30度を超える真夏日となり、8つの地点で今季最高となっています。 JR 金沢駅前では観光客らが帽子や日傘で暑さをしのいでいました。気持ち悪い早く涼しいとこ行きたいな、行きたいなって感じです。あ、すごかったです。なんか温泉みたいな感じでした。湿気が、湿度が、なんかこっちの方が湿度高いですね。